中国で北京オリンピックのマスコットビンドゥンドゥンを違法に高値で販売したとして、転売屋の男3人が警察に逮捕されました。マスコットのビンドゥンドゥンです。これを中国の大手通販サイトで検索してみますと、まあ、こうしたキーホルダーやそして切手なんかは出てくるんですけれども、このぬいぐるみはですね、どこを探しても出てこないんですね。中国では今非常に手に入りづらい状態となっています。パンダをモチーフにしたマスコットビンドゥンドゥンはオフィシャルショップに長蛇の列ができるなど、中国国内で高い人気となっています。こうした中、警察はマスコットを違法に高値で転売したとして男3人を逮捕しました。正常な販売の秩序を乱した違法な行為だとしています。警察は購入は理性的に行い、転売屋から買わないよう呼びかけています。